はい、皆さんこんばんは。こんばんは。翼 TV の岩吉です。はい、航空ファン編集部の陣野でございます。どうもどうも、皆さんご無沙汰しております。1ヶ月ぶりでございますね。早くも1ヶ月経ちましたね。 あっちゅう間ですね、本当にね。あっという間で、あっという間ですけど、でもなんか暑くなってきてね。そうですね、なんか梅雨のはずなのに、でも今日午前中は雨がすごくてね。そうですね、今ジメジメと本当に、せっかく晴れたんですけど、すごい湿度でね。そうですね、はい、はい、あ、今日も安定のファン音だって言ってますよ。ピンマイクですよ、皆さん。え、ちゅうか、もしかしたらそっちで拾ってるとか。いやいやいや、ガンマイク入ってませんから。入ってない。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。いいですから。なんでしょうね、なんでファンの音するんでしょうね。ピンがちょっと僕の方が向こう向いてるからですかね。僕のもですか。ちょっとボタン閉めて、ピンが向こう向かないようにします。どうでしょう。はい、はい、まあ、なるべくということで、ジーノさんなんか焼けてますよね。なんかあんまり言えない。いやいやいや、全然そんなことないんですけど。いや、まるでなんかそれと遊びに行ってるみたいなんで。いやいや、遊びじゃないです、取材ですもんね。いろいろ行ってるんですよ、本当、おかげさまで。あれ、先月の放送やる前に僕スウェーデン行ってたんですよね。うん、そうです、そうです、はい、スウェーデンに、はい、スウェーデンへ行ってきて、それで25日に先月は伸びずれてしまったという。はい、スウェーデンの後に鹿児島行きの、でレッドブレアレース行きの、あ、そうですよね、でちょっと先週沖縄方面からですね、はい、まあ、ちょっと今月号ではないんですけれども、あのマラバールって、あの日本とアメリカとインドの、インドですよね、はい、合同演習があって、はい、それにジョン・C・ステニスっていう空母が出てるんですけど、はい、ステニスの取材にもちょっと先週行ってきまして。あ、そうなんですか。はい、まあ、そんなんで、まあ、でも船の上全然天気良くなかったんですけどね。紫外線が強かったのか、僕のおでこが強いのか。いやいやいや南の方ですからね。それは紫外線強いですよね。はいはい、というような状況で、もうなんか いろんなところ出るおかげでですね、まあ、顔だけは黒いんですよ。まあ、洋上に出てるから海の照り返しと甲板の照り返し、ダブルじゃないですか。ありますね。特に甲板黒いですね。そうですよね。あと潮風のせいで潮焼けっぽいのも、そうですね、はい、海の男になってしまいましたね。加山雄三でこうフォークソング、フォークギター持たないといけないじゃないですか。そうですね、ギター弾けないですけど、はい、エア海の男ですね。エア海の男はい、ね、いや、まあそんなことで、あの、いろいろと取材も含めてね、あの、バタバタとさせて、楽しく、あの、過ごさせていただいてるんですけど、うんうんうん、おかげで、まあちょっと忙しくてですね、今月もちょっと仕切りが悪くてすいません。いえいえいえ、と思います。はい、まあ、ちょっとあと特集の方でもね、ありますけど、やっぱ話題としては、モルヤさん本当おめでとうございます。そうですね、本当におめでとうございますって感じで、あの、実は今日 ね、あのここ来る前に、うん、あの、モルヤさんともちょっと会ってまして、ね、この後ろに写真があるんですけど、ね、この実はね、ここ今日サイン入れてきていただきました。モルヤさんのサインですよ、今日神野さんが、うん、もらってきました。はい、はい、で今日、まあ、こんなことでちょっと新しい試みとしてですね、パネルをちょっとあくまでもスチロールのね、うん、あのに、あの、普通の複合プリンターで出したものなんで、うん、全然色も良くないし、うん、あの、多分退職もすぐするとは思うんですけど、うん、せっかくこれ作ってきたんで、うん、あの、読者プレゼント、じゃあ視聴者プレゼント、視聴者プレゼント、はい、あの、終わったものを皆さんに差し上げたいと思いますので、はい、1枚ずつしかないんですけれども、もしかしたら突然、あの、またキーワード言うかもしれませんよ。そうですね、ここら辺の打ち合わせ全然できてなかったです。すいません、はい、もうさっきちょっと言い出した話だったんで、そう、ドタバタでもう今日は忙しくてすいません、はい、まあ、ここで本当綺麗にレッドブルエアレース、ね、はい、チャンピオン、そう、レッドブルエアレース千葉ウィナーってちゃんと入れてもらったんでですね、うん、はい、そんなのがあるんで、まあ、最後まで見ていただいて、そうですね、はい、もし興味がある方はご応募ください、はい、でゼロ戦はサイン特に入ってないです。スキップのサインちょっともらってこれなかったので、あ、はい、でも、まあ、一応ね、あの、これも好きな方にはどうかなって思うんで、うん、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まあ、そうそう、はい、あと今月はね、それもそうですけど、うん、事故が多くってね、アクロチームの事故がもうなんと4件もあったっていうね。ですよね、うん、で、おまけにね、ほら、5月27日にはもう先月の話になりますけど、うん、5月27日にあの大韓航空のね、羽田であって、あれもちょっと後でお話しますけど、僕はあの日、うん、そういうこと鹿児島に行ってて煽りを食らいまして、あキャンセルになったんですか。それで、いや、行くのは行けたんです。帰ってこれなくなっちゃった。ダイブアウトですか。というか、いや、もうダイブアウトとかがあったんで、飛行機の機材繰りができなくなって、あの日の夜に帰ってくるはずが、飛行機取れなくなっちゃって、あらそうだったんですか。そうなんです、はい、うん、で、まあ、そんな話は、あの、その時の話はまた後でということで、うん、で、あと6月2日には ね、ブルーインパルスでブルーエンジェルスとサンダーバーズ の、うん、あの、ちょうど両方6番機が落ちちゃって、うん、で、ブルーズの6番機の方のジェフ・カスっていう、アメリカ海軍の、じゃあ海兵隊の方の隊員
がね、うん、あの事故で亡くなってしまったと、ね、サンダーバーズの方がねあのベールアウトして無事ではあったんですけれども、うん、あのくしくも同じ日に同じ6番機ということで、うん、あのアメリカの航空の歴史長い中でもそんなことは今までなかったしね、うん、どういうことなのか不思議なんですけれども、でそれから1週間で6月9日には今度、うん、あのスイスのパトリュースイスの F5 が、はい、空中接触で一機墜落してて、はいはい、でロシアンナイツはロシアンナイツで、あのロシアのねアクロチームのロシアンナイツも、うん、一機墜落 で、うん、でこちらもあのセルゲイヤルメンコフさん、あヤルメンコさんっていう、うん、あのパイロットが亡くなっちゃってるんですよね。あ、うん、あのロシアンナイツはね SU-27 だったんですけど、うんうんうん、もう今年の末ぐらいには新しく SU-30 に機種改変しようかっていう準備はしてるらしいんですが、あ、そうなんですか、うん、とはいう中で、とは言ってもねちょっとショックですよね、はい、ただまあそんな事故がありつつもサンダーバーズももうあのなんかやってますし、ブルーズもね16日から訓練の再開してますし、うん、あ、してるんですか、もう再開は、その辺はやっぱりさすがすごいですよね、あっちはね、早いですね、うん、ですけど事故原因は分かっているんですか。いやーどうなんでしょうね、なんか YouTube で映像上がってたの見ましたけどね、うん、僕もまだきちんと読んでないんですけど、あ、え、上がって反転して、そうですね、降りてきた時に失速したような感じで落ちてましたね、ですよね、なんかパワーが なくなってる感じしましたよ ね、ちょっとだからその辺僕もよく読んでないんですけれど、はい、ね、はい、というところ で、まあ、それとあとイベント関係もちょっとおさらいしておくと、うん、最近あの航空自衛隊の方から発表になったのの中で航空自衛隊の小松基地が、9月の19日に航空祭に発表になりまして、はいはい、で昨日だか今日だか昨 日、 です、ね、昨日ですか、はい、に、松島基地でも、一応基地 の、 その21飛行隊まで帰ってきてね、はい、全部揃ったということで航空祭というわけではないんですけれども、うん、イベントをどうもやるということで、期間復興、何でしたっけ、期間記念でしたっけ、復興感謝、はい、かな、復興記念ですか、うん、はい、まあ、多分あの航空祭というほどの大きなものではないんですけれども、うんうん、ブルーインパルスが一応飛ぶということで、そうですね、ブルーも飛ぶということで、はい、もしかすると基地の中には入れないのかもしれないですが、なんかあのハガキを、何ですか、うん、はがきで応募された方が、あ、なるほど、っていうだけ、あ、そうなんですね、はい、あ、ありがとうございますっていう感じみたいですね、はい、これが8月の末ということでね、はい、はい、あるそうです。で、あと7月の2日に予定されてたカデナに関しては、うん、これはあの例 の、 あのカデナの基地のね職員っていう言われてるその元軍人の例の問題と、うん、はいはい、あとそれから殺人のもんね、うん、と、あとそれからあの飲酒の話、飲酒運転、ね、あれがあったりで一応ちょっと自粛ということで7月ないんですか、はい、7月2日中止ということになりました。中止になったんですか、はい、で、まあ、6月に予定されてた普天間のね、はい、あのフライトラインフェアも実は中止になってるんですけど、中止っていうかそれは延期っては言われてるんですけど、ただこれもちょっと今厳しいのかなっていう感じですね。そうでしょうね、はい、うん、あ、そうだったんですか、はい、という感じです、はい、で、まあ、あと今月はねサミットがあったりとかいろいろ、今月が先月、まあ、先月、もう先月になりますけど、サミットとかもあったりで、まあ、サミットのおかげで、うん、あのこのレッドブレアレースもね若干ずれたんですけれどね、うん、はい、1枚で5名まで入場可能、あ、そうですね、あとでちょっと皆さんその航空自衛隊の方のホームページから、うん、あのご覧になっていただければあの詳しい情報分かると思いますので、うん、はいはい、ぜひご覧になってみてください。はい、はい、で、あとね、今年、じゃあ今月はなんか LCC の話題もそこそこあって、そうなんですよね、わ、うん、かりましたね、はい、まずはなんかあのピーチーがね、もう、そうですね、あっという間にその黒字に転換ですか、そうですね、うん、もう予定通りというか、はい、もう累積、累損をすべて、うん、なくしたという映像をちょうど今出てますけど、うん、あ、これ、翼 TV の方アップされてますが、すいません、はい、記者会見の方は行 か, かなかったんです、すいませんまあ皆さんでも記者会見見てもね、そう、記者会見のね、うん、まあ、社長だったら行こうかなと思ったんですけど、うん、社長じゃなかったんで、じゃあインタビュー、社長はなんか大阪の方でね、なるほど、各局のインタビューを受けてたんで、じゃあもうニュース原稿だけでと思ってですね、うん、ね、でもピーチも本当すごいですね、そうですね、累損ないっていうんですからね、うん、まあ、借り入れとかその機材の、ね、リース料は別としても、はい、で、あれですよね、 LCC ってもともとの金額を安く設定してるから、うん、かなり搭乗率上げなければ、うん、あの黒字にならないと思うんですけど、 それをちゃんとクリアしてるってことですから、そうです ね、 ね、平均が 83.7% でしたかね、ちょっとそうなんですか、結構搭乗率いいんですね、でバニラも好調なんですよね、ああなるほどね、バニラも 83.4% の搭乗率ずっと維持してますんで、バニラも早いうちに累損消えるんじゃないかなというような予測ですね。
ね、そんな中ででもじゃあ全日空日本航空が悪いかというと決してそんなこともないじゃないですか、うん、そうですね、そういう両方とも黒字ですね、そういうような話を聞いてる限りだと、うん、意外となんかその景気がね、うん、上向いているのかなっていう気もしなくはないですよね、うん、いやかなりやはり決まってるところなんですね、出すものを絞ったりとか、うん、やっぱりかなり経営努力もされてるとは思うんですけど、ね、なるほどね、確かに、はい、あの僕らのね、あの生活状況全然上向かないですけど、そうなんですよ、どういうことだっていうね、本当不思議なもんなんですけどね、まあ、こういうふうにアップされてますんで、こちらの方はそうですね、ぜひまた見ていただければと思います、はい、ピーチに関してちょっと予備知識というかですね、うん、あの豆トリビアで一つ、はい、あのお伝えしておきたいのが、はい、昔あのエアロック、エアロックあのアエロバティックチームで、あの岩崎さんが亡くなってから、うん、あのサニーさんって、サニー岡田さんが飛んでたけど、サニーさんピーチで今パイロットやってるんですから、そうです、ピーチでパイロットですあの、はい、だから機長もしくは今まだあれですかね、ファーストオフィシャーなのかな、分かんないですけど、いや、まあ、そうですね、去年取材で行った時はまだこう、うん、コーパイロットですね、あ、そうですか、はい、あの去年の話ですね、もうでもどうでしょうね、分かんないですけど、もしかしたらいつかしたら いつかね、あの今日本日のパイロットは横山ですっていう、ね、のに便に乗るかもしれませんから、そうですね、はい、そういう時には あの人がっていうふうにちょっとね、はい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 、ね、いや、それはちょっとやめておいた方がいいと思いますよ、あのせっかくね、あのピーチで就職してるのに大変なことになると、はい、大変なことになっちゃいます、はい、はい、もう一つ、はい、もう一つ今、はい、ジェットスターの方でですね、はい、まあ、ウィラートラベルさんと業務提携4月27日にされて、はい、それで先、販売先立ってですね、メディアツアーというのがありまして、ちょっと伊勢に行ってまいりました。成田からですね、レアなチューブまでのフライトで、実はねこれね、まあ、裏情報なんですけども、はい、からのフェリーフライトがあったんですね、たまにあるらしいんですけ ど、でそのフェリーフライトが急遽出たんで、はい、じゃあそこでそういう、まあ、販売もしたんですけど、チケットの、うん、お客さんとそのメディアツアーを、なるほど、企画されたと、はい、なかなか伊勢いい、良かったですね、空港降りてすぐバスで、ね、移動できたので、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそこまでの完全にパックのツアーなんですね、そうですね、ですから、まあ、例えば面白いのが、まあ、行きは飛行機で帰りがバスとか、もしくはあの東京ディズニーランド、こんなに地方、まあ、大阪とかそういうところから仕事終わってバスで来て、帰りは飛行機で次の日、あ、一泊してから帰るとかですね、あとは地方に行かれて北海道でもそういうネットワークがっていうのを今販売されてるってことですね、はい、それが販売が今月始まりましたね、なるほどね、19日でしたか、17日、すみません、一応そのニュースもアップしてますので、はい、興味のある方はぜひ映像を見てください。ウィラートラベルさん、僕のこの前ちょっとなんかそういうバス使いましたね、あ高速バスとかもね結構ありますよね、出てますよね、日本全国あるんですね、みたいですね、ウィラートラベルさんって、なんか綺麗なバスでしたよ、はいはいはい、X2 行くときに、あ、はい、はいはいはい、僕らも苦労してるんですよ、お金ないから、はい、はい、てな感じという感じですね、はい、でね、今月はね本当悩ましくってね、はい、表紙も ね、あのそう、室谷さんがねやっぱり優勝したから、俺室谷さんだと思ってたんですよ、ね、表紙にしたかったんですけどでもやっぱりね、ゼロ戦が飛ぶっていうのはちょっと大きなイベントで、はい、ね、8月号でございます、はい、今月はちょっと表紙は、ゼロ戦が表紙のトップで、で室谷さんちょっと囲みですけれども、うん、あのちょうどねここのところに入ってます、俺に見て隠れてる、はいはい、という感じの表紙になってます、はい、ね、まあ、あのでも日本人には嬉しいその2つの出来事ということでね、うん、あの表紙飾るにはふさわしいかなっていう気はしてるんですけれどね、さっき言ってたその鹿児島へ行ってきたっていうのが実はこの取材だったんですよ、はい、鹿児島空港ですね、鹿児島空港ですね、はいはいはい、そうですね、で、本当は5月の28、29の土日で、うん、あの鹿児島の何て言うんでしょう、空撮飛行をやる予定だったんですけれども、はい、うん、それのお天気がちょっと良くなさそうだということになって、うん、まあ、実際すごく土日雨がひどくってですね、はい、だからそれより前の日 あのテスト飛行、確認飛行っていうんですけど、はい、確認飛行をやろうとしていた27日にもう全部済ませてしまうという話になって、うん、27日に行ったんですよ、あ、うん、で確認飛行から鹿児島行って飛んで、確認飛行 OK でした、うん、でその後鹿児島を普通フライトやる予定だったんですけれども、はい、あ、
グリペンね、はい、グリペンの話もちょっと後でしますね、はいはい、でその2回あとフライトしようとしてたんですけど、うん、そうこうしてるうちにだん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 あの指定が悪くなってきちゃって、で指定が悪くなってきてあんまりこうその料金とのね、うん、あのなんていうんでしょう、その見え具合も悪くなってきた中で、うん、じゃあちょっと無理して飛ばすのやめようかって1回帰ってきたら、うん、その時にちょっとねなんか配風気味だったんですよ、急に吹いた配風気味でちょっと滑走路から逸脱しちゃって、あらららら、ゼロ線が、あ、そうだったんですか、うん、結構ねブレーキとかもシビアなんですね、こういう飛行機って。だあんまりブレーキかけずに止めるのがセオリーなんですけど、あのスキ、まあ、今回もスキップホルムが乗ってるんですけれど、スキップはほらなるべく早く滑走路開放しようと思って、でブレーキちょっと踏んだら、まあ、ちょっとその配布に煽られちゃってくるっと回ってしまってです、ね、ららららら、で外出ちゃって、まあ、でも全然特に飛行機も壊れずだったんですが、それを 見てですね、空港 の消防車が出動してしまいまして、なるほど、はい、で、まあ、ちょっとそんなこんなで、あのその日はもうこういうのもあったしちょっとやめとこうかと。なるほど、はい、でまあそういうことがあるとやっぱり書類もねいろいろ出さなきゃいけないんじゃないですか、ということでこの日27日は飛べなくなり、なるほどね、でこのねその滑走路逸脱とか言うと、あのまたメディアの人がなんかねいろいろ言ってくるのかなと思ったんですけど、まあ、幸か不幸かどこも騒いでないですよね、幸か不幸か、この日ほら大韓航空が、ああそうかそうかでそっちに全部話題持っていかれちゃったで、おまけに、よかったんですね、おまけにこの日はそのオバマさんが広島を訪問してるんですよ、うん、はいはい、そうです、うん、よりによってですよね、そうなんですよ、うん、まあ大きなあのちょっとそういうイベントというかがあったので、うんうん、話題がね、まあそれほど大きなね、まあ、取り扱いにはならなかったっていうのもありまして、うん、はい、うん、まあ、あのゼロ戦のプロジェクトとしてはね、うん、あの悪い方であの悪目立ちしなかったんで、はいはいはい、よかったっちゃよかったんですけど、そうですね、はい、はい、ですね、で結局でも土日がそれでダメだったので、うん、30日その次の月間の30、はい、31日でフライトを実はやりました、はい、あ、そうだったんですか、ということでちょっとじゃあ写真なんか見せながらやっていいですか、 A の動画じゃなくて写真の、まず写真の方から、はい、はいはい、ね、これが、ね、これは31日なんですけど、30日の日にまずは、鹿児島をね、あの、うん、その27日に飛ぼうと思ってた鹿児島上空を飛んだんですけれども、ええ、これがまたねお天気はいいんですけど指定が悪いんですよ、なんかどうも、うん、そんな悪いこれ明日だから、いや、うん、でこれは熊本なんで、あ、いや、でじゃあ全然ねこういう風に飛ぶと OK なんですけど、はいはいはい、上に上がって両機同士で見るとね、うん、なんかねダメなんですよ、カスカスで雲が、うん、で実際空に上がると桜島もすごい霞んでて、うん、本当にねよく見えない、あ、そうだったんですか、うん、ただねでもそういう中で、例えばほらその桜島バックにね、ゼロ戦が飛んでるのとかを見ようとすると、まあゼロ戦とそれからそのゼロ戦をサポートするためにムーニーっていうあの軽飛行機を飛ばしてたんですけど、はい、ムーニーは白い飛行機じゃないですか、はい、で桜島バックだとね本当にねゼロ戦のこの迷彩が目だあの効果が発揮するんですよね、であのムーニーは見えるけどゼロ戦見つけられない、見つけられないんですか、本当見つけられないです、あ、そうなんですか、びっくりしましたね、へー、ムーニーの方乗ってらっしゃったんですか、で、いや実はその鹿児島で飛んだ時にはですね、僕はムーニーには乗れなくて、でセスナの172を借りたん、借りてたんですよね、はいはいはい、であのこの後ちょっとご紹介する ビデオがあるんですけど、ビデオはそのサポート機のムーニーに乗ってたので、一緒に編隊で組んで飛んでるんですけど、はい、セスナの172はやっぱりその固定脚っていうのもあるんですけど、はい、スピード全然出ないんですよ、まあそうですね、うん、だからその110ノットが精一杯ですね、そうですね、はい、今飛んでるこの編隊で飛んでるのがムーニーなんですけれど、はい、あのムーニーはねそれこそ150ノット出るんですよ、まあそうですよね、はい、で早いんですよこれがね、で、まあ、そんな状況でゼロ戦と編隊を組んだムーニーを僕らは、桜島の先ぐらいで、あのセスナで待ってて、でこうその近くを通過してもらうと、そういうような感じだったんで、はいはい、鹿児島ではあまり残念ながらいい写真をたくさん撮れなかったんですが、はいはい、まあ、ガスってますもんね、確かになんかね、うん、ですね、まあこれも熊本なんですけどね、でこれは、その日次の日に、鹿児島から今度熊本へ飛びました、で熊本へ飛ぶ時にムーニー2機で随伴ということになりまして、私2機目のムーニーに乗せていただいたんですよ、そうですか、はい、へ、なんでこういう感じの写真が撮れたんですね、はい、あ、これ要するに、あ、そうか、2機目の方から撮ってた、そうなんです、そうなんです、
で買い物だけバッグでも飛んでほしかったってあったんですけど、27日にやった確認飛行の時にはですね、あの買い物だけバッグでも飛んでて、でこの後紹介するビデあのちょっと一部のビデオありますけど、それをあの掲載するその DVD には買い物だけバッグで飛んでるのも多分出てくると思いますので、ぜひまあそれも見ていただきたいなと。で熊本に行ったのが何で行ったのかっていうと、あの熊本の、ね、地震で、あの被災した人たちにあのちょっとでもゼロ戦見て、なんて言うんでしょう、昔の人たちがね、こういう技術とかを必死にその大変な中であの開発してね、頑張ってたんだよっていうのを、あの思い起こしてもらいたいということで、あのセルモグループっていうその、熊本が本社の冠婚葬祭の会社があるんですけれども、そこの会社がまあスポンサーになってくれて、であの今回 の, その熊本への慰問飛行っていうのが実現したんですよ。あ、そうなんですか。はい、なのであのオーナーの石塚さんがね、このあの羽の下に熊本をつけて、もうね はっきり言って多分飛行機マニアの、特にゼロ戦マニアの方々、うるさい方に言わせれば、なんてことをと、なんてことをって言うだろうけれども、でもこれは、いいもんです、これはね、あの僕その石塚さんは、もしそんなことをね、マニアの人に言われても関係ないと、俺は熊本に、あの、の皆さんに元気になってもらいたいし、セルモグループの方もそういうつもりで協力してくれたんだから、ここはやっぱり皆さんにその熊本の人と一緒に飛んでるんだっていう気持ちを味わってもらいたいので、熊本を乗せるんだと、いうことでこれ貼ったんですよ。へえ、ステッカーこのために貼ったんですか。そうなんです、そうなんです。すごいな、はい、というようなことで、22って書いてあった22型ですね、はい、でこの熊本にも本当は慰問飛行ということで鹿児島空港から行って、もともとの予定だと鹿児島空港に戻ってくる予定だったんですけど、実はちょっとこれにも関わってくるんですけれども、この後ですね、うまくいけばゼロ戦をレッドブルエアレーズで、あのちょっとその、ね、はい、あのパフォーマンスとして飛ばそうということで話が進んでまして、でそのためにね、これからあの関東地方にフェリーするために、熊本空港からもうあのフェリーに入ってたんですね。多分その皆さん和歌山の南紀白浜に降りるとかっていう噂を聞いてたことがあると思うんですけど、あの、まあ、そういうのもちょっとありまして、この日それで熊本へ飛びまして、熊本から北九州空港、で北九州空港から岡山の江南飛行場、で江南飛行場から、次の日に和歌山の南紀白浜空港まで行って、その後静岡空港へ行って、で、まあ、その後はちょっと発表にはなってなかったんですけど、どうも龍ヶ崎の飛行場に飛んで、そうですね、龍ヶ崎も飛ぶような、龍ヶ崎の飛行場に飛んで龍ヶ崎から幕張へ飛ぼうというような、あのどうも調整をしていたんですけれど、実はねこの日ね、北九州上がって江南飛行場まで飛んでる間に、ちょっとねオイルプレッシャーが下がってた、エンジンのオイルプレッシャーが下がったというようなスキップからの報告があって、で、まあ、こういう飛行機ですから何かあってはいけないですし、でちょっとこれはまあ無理はしちゃいかんだろうということで広島空港にダイバートしまして。あ、そうだったんですか。はい、ただね広島空港なんかあの緊急着陸とかっていうふうに言われてはいるんですけど、緊急着陸じゃなくて、あくまでもダイバート、であのそれに関してあのダイバートの機体があるということで広島空港側が、あの一応気を利かして、プライオリティランディングって言って優先着陸ですね、をさせてくれたんですけれど、でその時に一応ほらあのオイルプレッシャーが下がってるっていうふうに向こうに行ったもんですから、そうするとほらオイル漏れがあると滑走路上が危ないじゃないですか。そうですね、クローズになりますもんね、だから一応そのゼロ戦が降りた後にですね、あの滑走路上消防車が走って、であの鹿児島空港の時と一緒であのゼロ戦の後ろあの消防車がついてきてしまったんですけど、ついてきてしまったんですけど、なるほど、まあ、結局事なきを得ずで、そうなんです、そうなんです。で実際にねその後、まあ、あのいろいろと細かく調べたんですけども、機体そのものにはあの大きな影響はなかったんですが、オイルも漏れとか、そう漏れてはいなかった。結局ではその燃焼して減ってたのかそういうわけでもなかったんですか。あのいや多分ねでもねやっぱこういう飛行機なんで燃焼は結構するんですよ。だ若干減ってはいたのと、あとやっぱりそれでその数値自体がね、あの景気がね正確に出てなかったんだと思うんですけれども、問題はなかったんです、ですね。ただ、まあ、その鹿児島空港のそういう件もあったし、で、まあ、今回広島空港にもその代替着陸というかその、あのダイバート、はい、としてしまったと、であと時間的な問題があって、それが6月あ
5月の31日でしょ、うん、で6月の2日までには龍ヶ崎に入ってないとさすがにちょっ と,、4日5日のイベントには調整がつけにくかったというのがあって、うんはいはい、あのやはりその国交省との、ねうん、やり取りとかそういうのもあるじゃないですか、まあそうですねうん、なんで、まあ、ここで無理をしちゃいかんだろうということで、はあはあ、残念ながらそこであの今回のプロジェクトは終了ということで、この時誰かは後ろからその随行でついていってなかったんですか。いやですからそのムーニーもいたし、ムーニーもいてて、ムーニーもいたし、僕が乗ってたのムーニーもいたんですよ。もう一緒にいたんですか、はい、でそれでオイルピュッて足してピッて上がらなかったんですか。いやそれはできないです。できないですか。さすがにさすがに危ない、はい、危ないというかあの、ま、確認をしないことにはやっぱりその整備分とかね、はい、であとそれと一つ大きな問題は、うん、それがもう夕方だったんですけど、もともと行こうとしてた江南飛行場が運用6時半までなんですよ、うん、で広島空港に降りた時点でもう6時だったので、うん、結構もう直前だったんですよね。もうその江南飛行場に向かってる時間ギリギリだったもんで、はいはいはい、でまあそんなこともあってですね、ええ、ちょっとその日にだから江南に移動するのは難しかったし、あでまあその後またほら国交省にね、うんうん、いろんなレポートあげなきゃいけなかったりとか。なるほどね、はい、でただその後問題は一応解決して江南飛行場まで運んで、うん、で江南飛行場で一応バラしました。あそうなんですか、はい、あもう行かないって決めたから。そうですそうです。あということでちょっとじゃあビデオをすいません。はいはい、はいはい、そうなんですね、はい、ですけどこれレッドブレアレースで、ね、飛んだら最高でしたけどね。最高でしたよね。じゃあビデオドンと。これ音声がねちょっとだけ入ってるんですけど、ただこれってあのほらムーニーからの音だからあゼロ戦の音が入ってるわけじゃないので、はいはい、これ何で撮ったんですか。僕最初 CG かなとか思っちゃいました、ね、すごいなんか CG っぽいですけど、これあの、ジンバルみたいな、はいはい、あのジャイロが入ったカメラみたいですね、はい、でこれムーニーから撮ってるんですけど、この後あの僕が乗ってるムーニーが後ろに映り込んできますけど、はいはい、そうですね、はい、これがねあの飛んでるのが、うん、あの益城町の上なんですよ。でちょっとね見てると空あの地面が水色だったりするじゃないですか、はい、このちょっと水色のところが見えるんですけど、この水色なのはみんなブルーシートで、あー、はい、あの要はその地震で屋根が壊れてしまっているところにあのビニールシートがかぶってるという感じなんですね。はい、まあ、最後に出てきた、ごめんなさい、黒、真っ黒だ、はい、最後に出てきたムーニーに、すみません、私は乗ってたんですけど、ジンさんが乗ってたと、はい、あの、はい、でその僕が乗ってたムーニーっていうのはですね、あの小型機、ムーニーという名前の飛行機なんですけど、はい、ムーニー M20 という飛行機なんですが、うん、はい、そこら辺の先生、神野さんがずっと密着されてたのがこの記事で、そうですね、全部出てる、はい、今回ご紹介をしております。鹿児島でそのセスナーから撮った写真も出てます。はい、という感じですね。で、はい、あのね、今回やっぱりそのほら日付がねコロコロ変わったり、うん、で熊本行くのも本当は11時ぐらいには着陸するっていう予定だったのが、うん、実際着いたの2時ぐらいだったんですけど、そうなんですか、まあ、そういうようなねことで結構やっぱりその支援してくれてる、うん、人の中からも、うん、お叱り的な言葉もあったんですけれど、うん、これね実際僕らもその密着してて分かったんですけど、うん、本当に国交省とのその国交省はもうとにかく完璧じゃなきゃやっぱり飛ばさないわけですよ、うんうん、はい、でそういった中で、うん、やっていく調整の中で、うん、本当にねじゃあ飛んでいいですよっていう OK が出るのが本当にフライトの10分前とか、あそうなんですか、もう本当そんな感じだったんですよ。全てがそうだったんです、なんでだからその北九州に降りるんだったらね、せっかくだったら見に行きたかったのにとかっておあの方もたくさんいたんですけれど、うん、なかなかねそれがねはあの発表できずにゼロエンタープライズの方もかなり悔しい思いをしたんですよね。まあ、そこはねでもちょっとご理解いただければと。で本当にでもこれをね日本国内で今回ゼロ戦飛ばしただけでも相当すごいことだっていうふうに僕らは思います、うん、何なんでしょうかね、航空局の中でこれやっぱゼロ戦を日本国内でバンバン飛ばすと隣国が騒いで、いえそういうことじゃなくて、いや事故があったら言えないから、あ事故があったら誰が責任取るんだっていうことも、そう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 、まさに、ね、もうまさにそれにつきます。そこですね、え、そうかそうか、まさにそれにつきます。あ、クラシックだから大丈夫かよという考えですね。で、まあまあ、あくまでもそれでその、ね、兵器というような、ね、うん、扱いでも確かにあるんですけれども、うんうん、でただ言ってましたよ、国交省の中にもこのプロジェクトを応援してくれてる人はたくさんいるんだけれども、うんうん、やっぱりでもその応援してるっていう気持ちだけではダメだと、うん、であのきちんとねその書類上、はい、その安全を担保しないと飛ばせませんよっていう堅実派の方もいらっしゃるので、うん、みんなが納得するような形じゃないとやっぱりフライトはできないというようなことでですね、厳しいな、うん、なんですよね。
本当、はい、悔しい思いされたんでしょうね。そうですね、本当に皆さん大変だったと思います、ですよね、うん、まあ、見たかった人も、ね、たくさんいたでしょうから。いや、かなり皆さんね、龍ヶ崎に行こうとかされてる方もね、そうですね、Facebook で見ましたからね。そうですね、うん、はい。で、ちょっとすみません、じゃあさっきの DVD 流しながら、はい、ちょっと DVD の話をもう一回説明させていただいてもいいですか。映像ですか。はい、もう一回ちょっとせっかくいただいたんで、もう一回流させてもらいつつ、はい、で、はい、この DVD、 この映像がですね、もともとその鹿児島上空を飛んでる絵を、あの YC グループというところが鹿児島の、ふあの、なんていうでしょう、町おこしを合わせてですね、DVD として発売しようっていうのがもともとの、あの、はい、企画発案だったんですけれども、それに今回の熊本地震でね、はい、あのこともできたので、熊本へのですね、熊本の震災のその義援金にもしましょうということで、うん、今プロジェクトが進んでます。で、発売、これテロップ入れて、そうですね、入れてもらってもいいですか。はい、はい、で今ちょうどあの DVD の予約を、このゼロ戦の DVD の予約のウェブサイトに出てます。そうですね、はい。でこの、DVD なんですけれども、一応ね、2016年9月末ぐらいまで予約を受け付ける予定になってまして、当初は5000枚限定って言ってたんですけど、うんうん、今ちょっとその、まあ、震災の震災とか熊本地震への義援金も含めてね、あの、プロジェクトを立ち上げようということになったので、あの限定枚数外そうと、あの欲しい方にはあのいくらでも出しますと。で、はいはい、ただ9月末までにあの予約をしていただくと、うん、エンドロールに、上に出てますテロップ、あ、そうですね、はいはい、エンドロールに、その皆さん の、 その予約していただいた方の名前が入るそうです。う、はい、まあ、だそういう意味ではその日本に来て飛んだゼロ戦のね、うん、DVD の中に皆さんの名前が入るっていうのは、うん、はい、いいのかなっていう気もします。ただ、はい、ちょっとこの前も言いましたけれども、うん、あのお値段自体正直言うと高いです、税込み1万円ぐらい、あ、1万円ぐらいって1、ごめんなさい、1万円、はいはい、で予定をしております。で、これはでもただ先ほども言ったように、このゼロエンタープライズのこのプロジェクト、それから YC グループのその鹿児島を飛ばそうっていうプロジェクト、うんうんうん、それから、熊本地震の義援金、それも全て含めての金額ということなので、うんうん、あの結局その1万円で DVD を買うというよりは、うん、このプロジェクトを支援するっていう気持ちで出していただく方にご賛同いただければというふうに思ってます。クラウドファンディングっぽい感じですね、的な感じですね、はい、その後今後も日本で飛ぶってことですか、うん、この後も、はい、一回これで高難でも飛行機か、バラしてアメリカへ返すんですね。ですよね、アメリカ返すんですよね、はい、で、なんで返すのかっていうと、うん、これあの一応そのなんていうでしょう、型式、ごめんなさい、対空照明、うん、アメリカでの対空照明もそろそろ切れる状況なので、うん、 そうですよね、はい、それをみっちりと整備をし直して、うん、対空照明取り直すのと、うん、それからあとできれば日本人のパイロットを、うん、あのアメリカで要請して、今度は日本人が日本で飛ばすことができるっていうチャンスを伺いたいと、うん、ただまあ正直な話、今回 の、 その、1年半ぐらいかな、うん、日本に持ってきただけでも、うん、結局その特に何か野賞ができたわけでもない、うん、で、まあ、今回その熊本に行くのにはスポンサーはね、うん、あのセルモさんについていただいたけれども、うん、あのオーナーの石塚さんがほとんど持ち出しをしている状況なので、正直ね、多分ね、お金としては今もうカツカツなんですよ、うん、だから今後その日本にもう一回来ることができるとすれば、うん、それはそれでなんかまたもう一回きちんとした形でプロジェクト組み直さなきゃいけないですし、いろいろと大変なことはあると思うので、うん、あのただ僕らもこのプロジェクトに関してはまだ追っていきますので、うん、あのうちの航空ファン見ててですね、うん、あのおまだやってるんだと、今度また飛ぶ予定がありそうだっていうことになったら、うん、ぜひぜひ皆さんにもまたご協力いただければと思います。はい、はい、ですね、はい、というところですね、はい、はい、ちなみに DVD はね、だいたい1時間ぐらいの DVD になるそうですよ、はい、で、なんかいろいろと面白い絵なんかも撮れてるそうなので、楽しみにしていただければと思います、うん、で、はい、もう一つの方のね、あのゼロ戦今回特集ということで、こちらですね、そうですね、はい、あのプレーンズオブフレームのもう皆さんご存知の、あの境エンジンがついてる唯一の飛べるゼロ戦なんですけど、うんうん、はい、はい、これがね、アメリカ、所沢からアメリカに帰ってずっとそのままあの整備続いてたんですけど、はい、この4月のイベントでようやく飛びまして、あ、飛んだんですね、はい、で、そうですね、はい、これはまさにその今回表紙あの中で使ってるのと同じ絵なんですけれども、はい、あのこういう感じでね、アメリカ軍の飛行機と、いいですね、ね、
かっこいいですよね。でこうやって見るとその後ろって SBD のドントレスなんですけど、はい、ドントレスってなんかこう日本機的なあのゼロ戦と似たようなラインだと思いません？そうですね、なんかすごく流麗ですよ ね、 そうですね、アメリカ機っぽくないですよね、はい、日本機っぽいです ね、 ね、僕ドントレスすごく好きなんですけど、はい、ね、まあこれもね、あの栄エンジンはもちろんその飛ばすためにはすごく整備もあの慎重にやらなきゃいけないんですけど、うんうん、飛行機そのものも、飛ぶように1970年代にあの、うん、デストアした後にですね、うん、あのそれ以来あの初めてってぐらいになんか相当詳しくというか、うん、あの細かく厳しく細かく整備をし直したということですね、うん、いやそしたらカリフォルニアで結構また観光飛行というかなんかやるんですかね、うん、ただこのゼロ戦も先ほど の、 あの、石塚さんのゼロ戦と一緒で、ええ、やっぱり飛行時間すごい絞ってるらしくて、年間に何十時間とか決めてるらしいんですよ。もう何十時間と、だから次に飛ぶのは、どっかのエアショーぐらいですか、そうですね、あのプレーンズオブフェームで冬にもう一回ゼロ戦が主役でショーやるんですけど、その辺になるのかな確か。あ、冬場に、はい、そうですね、確かそんなことが書いてあったような気がします、はい、ね、まあでもね、この飛行機ちなみにこれ塗装もね、特に変わってはいないんですけれど、うん、全部塗り直して中もきれいに塗り直しているそうです、うん、はいはい、で、スピナーだけちょっと変わってるのかな確か塗装がね。あ、そうなんですか、はい、ということですね、はい、はい、そうそう、61の120は昔あの白いこうくさびのマークが胴体に入ってたやつですね、うんうんうん、はい、で今の塗装はこれあの映画のパールハーバーに出た時に、あ、この、うん、今のこの塗装になった感じですね、はい、です、はい、あのちなみに映画のパールハーバーにはね、そのさっき出てたあの石塚さんのゼロ戦も出てて、うん、はい、あれにあの赤木の舞台の AI の112っていう番号がついてるのは、うんうん、それこそその時の名残なんですよ、はい、あの22型なのになんで赤木のって言って、ちょっとなんか、うん、あの細かいことまであのおっしゃるマニアの方にはいろいろとあの苦言も呈されているんですけれど、うん、そういうようなまあ事情もあってね、はいはいはい、という感じなんですね、はい、はい、です、はい、では次が、はい、次も日本機の話ですね、ですね、なんか2号機飛びましたもん ね、 ついに飛びました2号機ということで、はい、これまたなんか赤白の日の丸カラーじゃないですけどね、うん、はい、能登半島能登空港にしょっちゅう降りてるみたいですね。降りてはいないんですよ、あれ。降りてないんですか、はい、タワーフライバイって言いまして、うん、要はその、低いところの高度計の確認のためにフライバイしに行くだけなんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうなんです、降りてはいなくて、降りたのはこの前あの例のサミットの時にセントリアに降りた、うん、セントリア降りましたね、あれがね名古屋空港以外では初なんです。へえ、はい、うん、そうなんです。で、この5月、失礼しました、この2号機の、初飛行は5月の31日ということで、うんうん、この機体は初飛行からもう機種上げじゃない、あの客上げもしてますね、うん、はい、あ、そうそう、次の政府専用機の塗装に似てますよね、なんかね、そうですね、あのトリプルセブンのね、トリプルのね、はい、ラインのコンフィっていう、はい、あれもでも実際あの塗装になるんですかね、分かんないですかね、どうなんでしょうねはい、はい、はい、というこちら写真ね、一枚、あ、そうですね、一枚用意になりますので、はい、せっかくで、ね、あの紙面では使ってないやつなんですけど、紙面に出てない、お、はい、翼 TV だけで見れる、はい、まあ、でもエアツーエア、はい、まあ、三菱のちょっとリリース写真なので、はい、じゃあもう、はい、皆さん見てますね、はい、三菱航空機さんありがとうございますって感じなんですけど、はい、ただなんかうち の、 あの車内ではこの赤白のボディとこの垂直尾翼がなんかちょっと今一つマッチングしてないよねみたいな、やっぱり1号機の方がかっこいいですね、うん、ね、うん、ちょっとなんかそういう感じがしますよね、うんうん、ただでもこの細いあの胴体とこのラインって綺麗ですよね、いや かっこいいですよね、ほんま MRJ は、うんうんうん、はい、うん、ですね、はい、はい、というところでございます。で次の、ところはタイガーミートですね、タイガーミート、はい、来ました、着ぐるみ着てますねこれ、かわいいですね、はい、これ日本じゃなかなかね、やってくれないでしょうね、こんなことしたらまたうるさ方が ねですよね、はい、いやこれ面白いな、この写真もちょっとじゃあったかなと思いますので、はい、あ、開きのじゃあ、はい、翼 TV で、はい、1枚の写真でご覧になっていただきます、はい、これをね徳永さんの、リポートなんですけれども、はい、これ
がですね5月の16日から27日にあったんですけれど、今年はね、はい、スペインのサラゴサっていう基地でやりまして、はい、でまあもううちの読者の方は皆さんご存知だと思うんですけど、うん、あの別にこれ虎の着ぐるみ着て遊んでるわけじゃなくて、うん、要はそのタイガースコードロンっていう NATO に所属している部隊の中で虎を、なんて言うんでしょう、あのマスコットにしている飛行隊が集まっての、はい、NATO の演習なんですよね、で年に1回こういうことをやってます。で、1960年から始まってるんですけれども、今年はその中でも最大規模ぐらい の、 あの部隊数が集まったそうでして、はい、ここのところねやっぱりあのほら、NATO 諸国もギリシャのね、はい、経営破綻じゃない経済破綻とか、はいはいはい、あのスペインとかもねそういうので結構厳しかったりとかで、はい、あの参加国数が減ったりしてたんですけれど、あの今年はねすごくたくさん出てました。はい、でこのミラージュ2000に出てるのは、これ IS に対する攻撃ですよね。はい、で、この最あの着ぐるみのねあのグラウンドクルーがあの誘導しているのは、ミラージュの2000なんですけど EC の 1-31 って飛行隊ですね。で今、もう1枚出てる方の写真、はいはい、こちら、はい、こちらの方は、スペイン空軍の飛行機ですね。あのあ、はい、アラ15という飛行隊のホーネットになります。ホーネットですか、はい、ね、これも結構派手でね、まあ、あのタンクまでみんな塗っちゃって迫力ありますけれど、ね、はい、俺ここにいるぞっていうのをね、これで戦争しに行ったら目立っちゃいますけど目立っちゃいますよね、まあ、ただ今空戦するような状況じゃないんでしょうからね。まあ、確かにね、うん、はい、はい、でじゃあ次のその F16 を、はいはい、これがですね、これがですね F16 はこれ31ストロモってベルギー空軍ですね。これまた派手ですね、はい、ね、紙面の上から撮ってるやつなんてすごいですね。ね、本当もうこれで飛んだらもうね蛾のように見えますよね虎じゃなくて本当ですね。でもこれ自然界ではこれが迷彩なわけでしょ虎にとってはね。あ、そうですね、うん、はいはいはい、ね、まあ、空で飛んあの、うん、見るとこんなに派手だなっていうことですね。そうですね、はい、でこういうのがね結構ね今そのヨーロッパのこういうスペシャルマーキングってもうトレンド、みんなスペシャルマーキングが全部フィルムなんですよね、はい、カッティングシートといいますか、スペシャルフィルムで作るような感じなんですよね。はい、はい、そうなんですね。それで、その次のじゃあその写真を、はい、もうあの、ベルギーのやつ消しちゃってもらって、あ、こっち消しちゃって、はい、はい、で、この飛行機がギリシャの飛行機なんですけど、うん、ギリシャのサンサンゴミラというところのやつなんですけど、はい、こんな綺麗にね、うん、あのフィルムで垂直尾翼を塗ったんですが、うん、塗ったんですが、はい、ちょっと雨の日っていうか雨の日かな、 雲の中かな、飛んだらもう剥げちゃった。次の写真を、あ、次の写真で分かる、次の写真を、ちょっとこれはショックだな。あのこれちょっと紙面で紹介してないんですが、こんな風になっちゃったんですよね。これが、これになっちゃったねえ、ショックですよね。雲の中行っただけでこんなことになっちゃうんですか。そういうことらしいですよ、うん、いやー、1回のフライトでみたいですよ、うん、へえ、まあだからちょっと条件も相当悪かったんでしょうねきっとね。こんなにハゲちゃうもんなんですか。そうなんですよね。へえ、はい、水星じゃないですよね、まさか、ね、フィルムですからねフィルムですよね、うん、多分だその何て言うんでしょう、空気抵抗にも相当強いフィルム使ってるとは思うんですけど、ね、難しいもんですよね。音速で飛ぶとそれだけ、そうですね、衝撃、はい、ね、水滴が当たるのでもすごいってことですよね。そうですね。で、まあ、これもじゃあちょっと消しちゃってもらって、はい、でもう一枚最後にちょっと紹介しておくのが今回のベストペイント賞ということで、はい、これがチェコのハインドなんですけど、うわ、いかつ、何ですかこれ。でこれ中にタイガーというかクーガーというかピューマが隠れてるんですけど、全体のイメージとしてはエイリアンなんですよね。エイリアンですよね。僕もエイリアンかなと思ってました、ね、はい、そうなんですよ、はい、ね、うん、迫力ありましたねこれね。ありますね、うん、こういう毎年賞トップいいデザインっていうのは、そうそうそう、あのもちろんそう、あのタイガースコードロンとしてのその演習の中での賞もあるし、うん、デザインベストデザイン賞みたいな、うん、そういうのもあるし、ベスト、はいはい、パフォーマンス賞みたいなのもあるし、あ、パフォーマンス賞もあるんですか。そうそうそう、あのさっきのだから虎のぬいぐるみなんていうのはそういうのを狙ってるんですよね。あ、そのパフォーマンスね、はい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 、
お祭りですね。そう結構お祭り的なんですけど、でも実際にやってることはちゃんと、うん、訓練もちゃんとやってる、本気でやってるということですね。本気で、はい、面白いですよね。はい、はい、でそのうちこんなのに軍事予算かけんなってヨーロッパの方あんまり言わないんですか、ね、どうなんでしょうね、まあ、ただやっぱり軍事に関しては非常にやっぱり向こうも、うん、まあ、日本に比べれば理解があるかなっていうね、というところはあるので、ただ今やっぱりその、ね、ま、経済的に厳しいところで、うんうんうん、そういうことを言われることも出てくるかもしれないですね。先ほどもね、はいはいはい、書いてました、ギリシャこんなのに色塗って金使ってる場合じゃないだろうっていうことをね、あ、はい、あの国民とかも言う人も出てくるかもしれないですよね、はい、まあ、うん、やはり日本と環境が違うからですかね、その、うん、そうですね、ね、うん、そう、地続きというか、そう、陸続きでやっぱり脅威があってね、ですよね、うん、で特に最近そのほら IS のこともあれば難民のこともある、うん、でロシアだって今ねウクライナのクリミアのこととかでかなり問題にもなっているし、うん、決してやっぱり人事ではないというか、うん、そういう部分で軍隊に対してのなんて言うんだろう、理解とかリスペクトっていうのは大きいのかもしれないですね、うんうん、はい、そうですね、はい、はい、で、そんなことでヨーロッパの話がちょっとまた続くんですけど、実は私5月の、そうですよね、はい、行かれてた、ね、この前の話、あの放送の前にちょっと言ってた、はい、そのグリペン E のロールアウトというですね、ね、はい、これ ね今日映像もありますよ、はい、はい、ちょっと行ってきたのでこれをねご紹介したいと思います。まさにね、でもこれが僕思ったんですけど、うん、スイスじゃない、スウェーデンね、はい、スウェーデンって皆さんご存知だと思うけど、スイスと合わせて、うん、いわゆる永世中立国じゃないですか、はい、あの要はスウェーデン空軍ってあの第二次世界大戦にも参戦してないんですけれど、はい、うん、実は今ね、はい、実は今はもうあの永世中立の立場は2002年にはあの破棄をして、うん、どっちかというと今西側に近いあの立場ではいるんですけれども、はいはい、ただそれでもやはりそのあくまでも中立という気持ち、あのなんていうでしょう、立場は崩してないというかね、はいはい、そういう状況なんですが、結局スイスも、ね、国民開閉だっていうことで、うん、皆さんご存知の通りで、うん、あそこはほら平和を、まるで平和の国みたいにね、うん、あのお花畑の人たちは言ってますけれどもそう、衛生中立をあの保つためには、うん、やっぱり軍隊も必要なわけです、はい、スウェーデンもまさにその通りで、うん、自分のところで戦闘機を開発、自衛ですよね、自分で開発して、うん、どこにも頼らずに自衛をしなければいけないと、うん、そういう中で生まれたのがあのサーブのドラケンであり、うん、ビゲンでありで今のグリペンなんですが、うん、でグリペンっていうのもそのなんていうでしょう、高速道路かのね、あの、暫定滑走路からでも離着陸ができるように、うん、あの短い滑走路で動あの運用できるような能力を作らなきゃいけないと、うん、でなんと 800m あれば離着陸ができると、セスナ並みですよ。そうなんですよ、っていうような一応その、なんていうでしょう、要求性能があったんですね。だから止まれるんですか。止まります。でそんな状況なんで小さい戦闘機作ったんですけど、上がりはねアフターバーナーで全然余裕でしょうけど、うん、降りる時が800で、うん、そう でも実際そのグリペンの、うん、CD 型までは、うん、離陸に 400m、 着陸に 500m、まあ、でバーナー対で 400m ですね。そう、一応その、うん、あのカタログ値としては、はい、あのできるんですって。へ、驚きですよね。驚きです、っていうような状況だったんですけど、絵がない後ろ、はい、ごめんなさいという状況だったんですけど、衛星中立という立場がちょっとなくなって、そうなるとやっぱり結局その軍事予算もね、はい、だんだんなくなってくるじゃないですか、はい、てかあの日本もそうですけど防衛予算って限られてるんで、ちょっと、まあ、そのままのぐらいの大きさでとりあえずは、はい、あの、まあ、防衛予算も限られてる中で、うんうん、あのスウェーデン空軍もあの GDP にあの当たる防衛予算、軍事予算っていうのが少なくなっちゃったんですって、うんうん、だそうなってくると他国とのコラボレーションとかもしなければいけないと、うん、はい、で他国にも戦闘機も売らなきゃいけないと、うん、そういう中で開発されたのはグリペン E なんですよ。だからあの今回のやつですね。そうなんです、はいはい、でグリペン E はだから少し燃料も大きく、あの燃料もたくさん積んで、うん、でエンジンパワーも少し大きくして、うん、でミサイルなんかもたくさん積めるように、はい、改造されてます。それでも、離陸 500m、うん、着陸 600m、はあ、600って、はい、で一応運用できるそうですよ。ということは、うん、ランディングスピードはかなり落とせるってことなんですか。そういうことなんですね、まあ、でちょっとね見たんですけれど、うん、それこそねこのカナードがね、あのスピードブレーキの役目を果たして、うんうん、ビタッと止まるんですけど、あこうそうバッと立つんですよ。なるほど、ね、結構すごかったですよ。なんかドラッグシュートを出さんでも、そう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 、ペタッとこうそういう感じ、そういうなんです。
なるほど、なるほど。結局でドラッグシュートを使っちゃうと、うんうん、ドラッグシュート畳んだりとかまたやらなきゃいけないんですよ。そういうのってそのかすあのなんですか高速道路で運用するしたりするのには向いてないんですよね。うん、そうですよね。ね だその辺はねやっぱりすごく予防思想としてペタンと上がるわけですか。そうなんですよ。実用的だなって感じですよね。はあ、普通の戦闘機はどのぐらい、そうです、まあ、1000メートル前後なんじゃないんですかね普通は、うん、まあ、もちろんその戦闘機の重さにもよるんであれですけど、うん、F-15 なんかは1000メートルぐらいなのかな、16だともうちょっと短いかもしれないですね、うん、はい、というような感じで一応ちょっとそれで、じゃあ動画を見せ、先にちょっとじゃあ動画を見せてもらっていいですか、すいません、はい、はい、少々お待ちください、はい、動画どこ行くかな、どっちだっけな、あれそれかな、どっちかがあれなんですかね、ちょっと少々お待ちください、はい、21時11分、ちなみにですね、今回そのグリペン E はもともとそのサーブがそのなんて言うんでしょう、開発を主導でやってスウェーデン政府もお金を出したというそういうシステムなんですよ、はい、だからもともとはサーブが考えて戦闘機をよそに売るために作った飛行機なんで、サーブ の試験機なんですね、はい、こっちです、はい、すいません、はい、はい、ではこれがね、はい、ロールアウト式典、ロールアウト式典かっこいいですよねこの絵、うん、ね、これがねなかなか最近やっぱりこう、中国資本が入ったのはそれは車の方だと思います。はい、サーブのディフェンスの部門は中国資本は入ってないです。はい、車はね、はい、サーブはもうだいぶ昔、はいはい、もう今 GM が完全に買っちゃって、このサーブディフェンス&テクノロジーのサーブとは全く関係のない会社になっちゃってる。なるほど、そうなんですね、はい、軍事まで中国に買われてて偉いことですよね。実はねその話なんですけど、サーブは中国との付き合いっていうのはすごく警戒をしてるんですよ。っていうのは中国と何て言うか手を結ぶことによってアメリカとか西側諸国との、信頼関係というのが行われるっていうのは彼らとしては本意ではない。そう、はい、ね、そういうようなことなんですよね。これ何名ぐらい400名ぐらいの発表だった、招待者というか、で我々取材人も世界から200名ぐらい呼ばれてる。あ、そうなんですか、はい、で今これね、こうやってなってる中から後ろスクリーンが開いて出てくるんですけど、これすごい演出かっこいいですよ ね、うん、CG と実機、このあと実機が出てくるのがすごい融合と、あとそうですね、あれですよ、プロジェクションマッピングがね、プロジェクションマッピングもね、うん、凝ってますよね。そうですね、はい、いや最初どういうロールアウトになるのかなって、僕実はロールアウト見に行くの初めてだったんで、はいはいはい、楽しみにしてたんですけど、おい今風だなっていう感じでしたね、なんかね。そうか、皆さん音聞こえてますかね。まあでも音はそんなにあれじゃないので、ね、はい、はい、かっこいいな、おここでいったね、でこうやってまだ、ね、車道で出てますけど、うん、この車道をうまく生かすような形でこのプロジェクションマッピングがこれから始まるんですけど、ね、こうやってなんかこう空気の流れのような、うん、ほんであとなんか機体の説明してるんですか、そうです、そうです、エンジン部分が赤くなったり、そうなんからですよね、これそうですね、あモアモア、そうエンジンが F414 積んでますよとか、あモアパワー、はい、でモアこれ、はい、これはいろんな兵装が詰めますよと、詰めますよ、はい、モアケイパブですね。でこれコックピットにもいろいろとそのセンサーフュージョン、もしくはそのいわゆる、シチュエーションアウェアネスがすごく進みましたとかね、あとガンがついてますとか、はいはいはい、はい、いろいろなところでここで迷彩がデジタルとして入ってきたり ねこれもマスプロデューションマッピングで、ここからはその主要国のそれぞれのカラーリングが迫力がありますよ ね、こういうデザインになりますよっていう、そう、でこの後に飛行機が格納庫から出てきて出てきてそうなんですよね、で離陸するんですよね、タキシングをしてと、本当になんかこう素晴らしい演出ですよ ね、これ見てる時カメラマンとか邪魔になりませんでした、一応ねカメラマン席がちゃんとあって、で一番後ろ側についてた僕らは立ってたんですけども、はい、
で、まあ、すごく凝ってるからね、これ見に行けていいなって皆さん思ってると思うんですけど、はい、それは思いますよ。ですよね、はい、でもね、実はこのロールアウト式典が始まるまでの、はい、なんでしょう、そのいろんなお話がですね、このショーが始まるまで1時間みっちりとお話を聞かされて、実際ボケで寝ちゃいそうです、ね、いや本当、いやでも立ってるから寝れないんです。なるほど。でもそうなんです、ね、でさらにですよ、それ1時間の前にはちょっとこの後写真も確かに持ってきてると思うんですけど、グリペンシーのデモフライトもあって、そのグリペンシーのデモフライトの前には、昼食を兼ねたレセプションがあって、そこのレセプションでも1時間以上話を聞いてるんです。うわそうなんですか。そのこのレセプション行くまでにそんなに時間かかったんですね。まあ、ただ結局ね、あの先ほど あの飛行機を見ていただいても分かるんですけど、うん、グリペンそのものは、まあ、スーパーホーネットと一緒なんですけれど、見た感じあんまり外見は変わらないじゃないですか、でも外見は変わらないけどこんなに変わってるんだよと、もしくはこんなに新機軸が盛り込まれてるんだよっていうのを紹介するにはどうしても説明が必要なわけですよね。あ、なるほど。そこをね、やっぱりこう技術者の方とかが出てきたりして、あ、説明される方がそのことに違うわけですか。そうなんです、そうなんです。とか、まあ、あとそれこそ、そう、あの今回買ったあのブラジル空軍のね、あの国防長官、あのブラジルの、空軍の、空軍司令官が来たりとか、だから最初このブラジルカラーが出たわけですね。そうなんです。あ、なるほど。というようなことでですね、まあ話自体はだから面白いんですよ。面白いんですけど面白いですけど、正直ね、やっぱり英語だし一生懸命聞かなきゃいけないし、僕も頭使うのそんなに得意じゃないのでですね、本当にちょっとしんどかったですね。なんかね、でもすごくいい、チャンスをいただけて、もう本当サーブさんありがとうございますって感じでした。はいはい、すごいですよね、このコックピットの、ね、写真も全部上がってますけど、はい、コックピットはね、それ実は、まあ、あのモックアップではあるんですけど、そうなんですね、こんな感じでということで、ちょっとさっきの写真もう一回じゃあ出してもらって、2番目、そうですね、グリペン そのさっき言ってた、今回のグリペン E のデモ機っていうか、その、1号機なんですけど、これはね、39の8号機っていう名前がついてるんですけれども、はい、39の8号機っていうのは要はグリペンの試作8号機ってことなんですね、はい、で、この出てるのはこれスウェーデンの空軍博物館に入ってるグリペンの試作2号機なんですけど、これは同じく39の7って言うんです、あ、39の2って言うんですよ。モックアップではないんですか。これは、はい、実機ですね。実機なんですね、はい、もうですから試験が終わったんで、はい、の博物館に入ってるんですけど、でそのグリペン E の、試験をする前に、普通の今までの複座型を改造したグリペンデモっていう飛行機があって、はい、グリペンデモに関してはやはり、あの39の7っていうですね、名前がついてるんですよ、はい、まあ、そういうふうに、あの番号がちょっとずつ上がってって、今回のグリペン E の、試験機に関しては39の8という名前になってますと。39、はいはい、39というのはあのグリペンのことですね、JAS39、JAS39 というのがグリペンのことなんで、39の8型、8号機ってことですね、はい、ということですね、はい、はい、でこれがグリペン C 使ったデモなんですけれども、はい、スモークワインダーをつけてですね、これ本当にだから、そのさっき言ってたその離着陸、短距離離着陸を、ね、デモするんですけど、あっちゅう間に上がるし、で、あのこれ見て思いましたけど、自衛隊の航空祭とかでね、皆さんやっぱりあの、F15 とか F2 とかのデモってよくご覧になってると思うんですけど、ヨーロッパの、ね、デモの見せ方本当うまいですね、まあ、スモークワインダー使ってるから、あのどんな動きしてるっていうのも分かるんですけれども、そういうの以外にも、あのなんて言うんだろう、そのこういうふうに動くっていうのがすごくね、軌道としても、ね、よく見えるんですよ。軌道性をよく見せてるて、はい、そうなんです、はい、あのまあ、確かにね、その F16 のデモチームとかも、あの飛ぶじゃないですか、はい、ミサーのね、あれなんかもそのピュッと飛んで速いし、あの小刻みあの軽快に動くけれども、そうですね、でも小さくなっちゃうし、なかなか見てて何やってるか分かりにくいじゃないですか、そういうのをね見せるのが本当うまいですね、やっぱり、はい、ね、はい、そうですよね、はい、会場で見てたら遠くで小さくなるか見にくいですもんね。そうなんですよね、はい、ビデオで言ってやっとですもんね、はい、で、D の4番の写真をお願いします。4番、はい、そうですね、はいはい、でこの人はその、サーブ社の、グリペンのデモパイロット、あのデモパイロットというかテストパイロットの一人なんですけど、はい、この人の肩にあの赤いグリペンのなんかパッチついてるじゃないですか、はい、この赤いグリペンのパッチはこれはそのグリペンの飛行時間を示すんですって。あ、で、そうなんですか、はい、黒 あのパッチもあるんですけど、この赤のパッチをつけてる人は1500時間飛んでる人なんですって、
で黒のパッチは1000時間って言ってました。はい、で800とか500だともっとなんか色が抜けていくんですか、ね、多分では1000時間が最初なんじゃないですかね。あ、1000以上と、うん、はい、でまあ、で1000時間とかって少ないじゃんとかって思うかもしれないんですけど、うん、今時ね戦闘機1000時間乗るって短期で1000時間乗るってね、うん、自衛隊はすごい飛行時間飛ぶんですけど、飛びますよね、それもねなかなか最近1000時間行くのって時間かかるって言ってましたから、うん、そういう状況なんでね、やっぱりグリペンだけで1000時間1500時間飛ぶってのは大変だと思いますね、うん、はい、そうですよね、うん、その一機でってことですよね、はい、はい、うん、はい、でもう一枚 の写真をじゃあ見せていただいて、はい、でさっき言った通りグリペンってね、じゃあ失礼、サーブって会社が、まあ、皆さんにとってはあの車のサーブをね、うん、想像する方もいると思うんですけど、あの車のサーブの部門っていうのは、うん、実はもうすでに売っ払ってしまって GM 配下になったんですけど、うん、それから中国資本が入って、うん、今はね多分もうサーブ車作ってないんじゃないかと思うんですよ。あ、そうなんですか。僕もあんまりチェックしてないかもしれないです。はい、トラックでもあとスカニアっていう会社がね、サーブスカニアって言って、うん、トラック作ってってたこともあったんですけど、うん、サーブスカニアも今サーブの名前はというかスカニアのサーブ、ごめんなさい、スカニアのマークとしてサーブと同じマークが残ってるんですけど、うん、はいはいはい、でももう今サーブとは全く関係のない会社になっていて、で今アウディ傘下って言ったかな、フォルクスワーゲン傘下って言ったかな、なんからしいですよ。ドイツ、ドイツ系なんですか、はい、で、あのサーブ自体はもともと1937年に飛行機の会社として国策企業みたいな形でできたんですよ。あのそれこそあの、衛星中立の中で自分の国を守るために、あのサーブで戦闘機作りなさいって言ってできたのがサーブなんですね。それは対戦中に、対戦の前ですね。前ですか。はい、でそれからまあその第一次大戦後に、そうです、うん、戦争も終わって、あのいろんなことでお金を儲けなきゃいけないからって言って作り始めたのが車だったりと、うん、そういう状況だったんですけど、うん、もう今はそういう車とかそういったものをもうやめて、うん、旅客機もほら、ね、今映ってるこれはサーブ あのごめんなさい、このレーダーをつけたサーブの340とかね、うん、そういうのをみなあの作ってたのをご存知かもしれないんですけど、うん、海上保安庁とか航空局でもサーブの飛行機使ってますけど、今はもう旅客機業からも手を引いて、うん、で基本は今サーブのディフェンス部門っていうのが、うん、あのメインの会社になってます。で、いわゆる軍事産業は会社の全体の 80% の売り上げだそうです。なるほど。で 20% が民間関係なんですけど、その民間関係っていうのも、例えば飛行場のセキュリティシステムであるとか、うんうん、あとその、リモートのタワー、要は地方の空港とか行くと人をいちいち置くとお金かかるじゃないですか。だからリモートであのどっか別なところから空港管制をするというシステムとか、そういったものを作ったりしてるらしいんですね。なるほどね、はい、で今写真が出てるこれはサーブが作ってるその、レーダー、エリアレーダーっていうんですけれども、そのレーダーを積んだあのボンバルディアのグローバル6000に積んだ飛行機で、グローバルアイっていう飛行機ですね。あ、はい、ボンバルディアの機体に積んでるんですか。そうなんです、そうなんです、はい、で、このグローバルアイはですね、 UAE に買われ、もう買う、あの売ることが決まってて、でこれはそのいわゆるその AWACS みたいなね、あの空中早期警戒もやれるんですけれども、その他にもあの簡単なその水上監視もできるし、あとそのちょっとした地上部隊の監視もできるしという、まあ、万能の飛行機ということで言われてるんですけど、それも高高度でできるんですか。はい、そうです。で、まあ、低高度運用用にまたそのオプションでいろんなものつけたりもできるということらしいんですね。はい、哨戒機的なこともできるんですか。そういうことです、そういうことです、はい、はオプションで変えて、はい、そうです。はで、まあ、これであるとか、あとそれからスウェーデン、あの潜水艦もね、うん、あのスウェーデン海軍向けの潜水艦も受注したということですし、はい、で今ボーイングと組んで練習機なんかも作、うん、あのこれから作ろうということで、アメリカ空軍向けの練習機の提案も今準備してるんですよ。あ、そうなんですか、はい、すごいですね、うん、まあ、そんなのもあってグリペンなんか要は正直日本航空自衛隊はね、もう F-35 買うこと決まってるから、うんうんうん、買う必要、あの日本人呼んだって意味ないじゃんって思うじゃないですか、うんうん、でも日本とのそういう軍事関係で の、うん、あの協力関係を結ぶっていうのも大事だし、それから、ね、PR していかないといけないってことですよね。そうそうそう、うん、で練習機だってね、あの T4 の後継機、うん、もしかするとその TX とか提案することになるかもしれないし、なるほど、はい、ということで日本との関係っていうのはね、すごく先月もちょっと話をしましたけれど、うん、サーブはすごくあの今興味を持ってるっていう感じですね、うん、はい、まあ、そうですよね、はい、そうかそうか、日本が、ね、入れ替えの時期が近づいてますもんね。そうなんですよ、だから余計ですよね、はいはい、でこの前もですからサーブの CEO が来てですね、うん、あのいろんなどうも企業の方とか、うん、政府の方とかといろいろとお話をしたらしいですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、というところで面白いと思います。今後もちょっと目を離せないですね、はい、はい、
ということで、これね、あのサーブに関してはそのグリペン E のこのロールアウトを、うん、あのカラーページでもやってますけれども、うん、これ以外にその私がいろいろと聞いてきた話をですね、うん、モノクロページでもそのサーブの戦略ってことで紹介をしてるんで、はい、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。そうですね、はい、そうそう、88ミリ、あの自衛隊とかでも入ってるカルグスタフ、うん、あれもスウェーデンのものですよね、はいはいはい、陸上 の、 そのいわゆるあの兵隊用のね、うん、あの蛍光武器なんかもやってるんですね。あ、なるほど、はい、そうなんですね、はい、そうなんです、はい、はい、ということで、はい、次じゃあ行きましょう、はい、次行きましょう、はい、次がですね飛行強度隊か、あ違う、その前に、ね、ごめんなさい、こっちですね、はい、スルキアンサンダーですね、はい、はい、これがですねブルガリア、あのこの前から何度か紹介してるんですけど、ヨーロッパに今ね、うん、あのアメリカ軍って結構飛行機を派遣したりしてるんですけれども、うん、アトランティックリゾルブっていうんですけれども、うん、あのそれであの去年の夏から展開している、23ウィングの F、あ、ごめんなさい、A 点がブルガリアに展開して、うん、ブルガリアの SU-25 とか MIG-29 とかと、ね、はい、訓練したっていうことでですね、はい、すごいっすよこの写真ね、あの今までは、ね、考えなかったその東西の、まさに東西 の、 その対地攻撃機が ね、 ね、垣根を組んで、もう、ね、時代は変わる、長生きするもんですよ、ね、垣根を越えてって感じ、こんな見れ昔じゃ考えられないですよ、ね、本当ですよ、冷戦の時にはとても考えなかった、ね、ただもうこのブルガリアでさえ今も NATO の一員ってことでね、はいはいはい、あ、そうかそうか、そうなんですよ、ね、うん、だ昔だったらそれこそね、ソ連と対峙してた A 点がね、うんうん、あの今ブルガリアが NATO の一員になって SU-25 と組んでるって本当不思議な状況ですけどね。そうですね、ただいまだにロシアとはね、うん、それこそクリミアの問題とかがあって対峙している状況ですからね、はい、はいはいはい、非常にあれですね、あの A 点配備されてないんだけど、 A 点を持ってる軍隊はアメリカ軍以外にはいないんですけれども、うん、A 点自体は韓国にもまだいますし、はいはい、ただ A 点ももうあのリタイアさせるってことが議会では決まってるんですけど、そうですね、ただいまだにそれがね決まったと言いつつ、うん、まだいつになるかっていうのはあのなかなかこう軍隊の中との話で、うん、なかなか決まらないっていう状況ですね、はいはいはい、はい、あ、ブルガリアはクリミア紛争にはあのとりあえずはあの巻き込まれていないんですけど、うん、ただブルガリアもそれこそあのウクライナとかってすぐ隣ですから、うん、そうですね、はい、あの隣国ですから、はい、非常にあのセンシティブな立場なんですよ、はい、そういう意味ではその NATO の一員としてもあの決して捨ておけないことってことですね、はい、はい、でもう一つあの、ね、ヨーロッパ系ですけれども、オランダ空軍の、ね、F-35 がこれあのエドワーズ空軍基地でずっと試験をしてた飛行機なんですけど、はい、1、2号機がオランダのエアショーにも出るために、うん、ちょっとオランダへ大西洋を越えて、うん、トランスラントですね、はい、しましたというような記事ですね、はいはい、でそのオランダ空軍のエアショーっていうのが6月の、9日10日でしたっけにあった、あ、10日11日か、うん、にあったんですけど、うん、あのさっき言ってた、パトリュー水素の事故っていうのは、うん、それに出るために訓練やってて、あ、そうだったプラクティスやってて亡くなっちゃったんですけど、あ、まあ、ただあのオランダ の、 そのエアショー自体は実際やりまして、うん、はい、で、はい、天気がまた悪かったらしいんですけど、でも F-35 は飛んだらしいですね実際ね、はい、この F-16 ともランデムというか、これはまた全然それでもオランダ空軍の F-35 じゃあ F-16 なんですよ、はい、エアショーとは関係ないです、ね、エアショーとは関係ないんですけど、その、まあ、のオランダの上空 で、 上空で KDC 点から空中給油の、はい、ミッションやった時ですね。なるほどね、はい、はい、という感じです、はい、はい、ちょっと巻きましょうか、はい、そうですね、で、あとここから自衛隊ネタですね、はい、小松についに飛行共同軍移動ということで、先月かな、あのもうニューターから移動したんですかって言ってましたけれども、うん、実際にはですね6月の2日と10日に、うん、6月の2日に、5機で10日に3機の 15D15 が移動してます、はい、まあ、あと T4 が移動してるんですけれども、はい、で6月の10日の日にですね一応移動が完了しましたっていうことで、うんうん、あの式典がありました。そうですね、はい、式典俺も行きたかったんですけどね。あ、はい、で、これはね先ほどちょっと岩石情報で、ね、話しまで出ましたけど、もう早速あの共同訓練がそうです、ね、はい、始まって、最初は小松基地であの第6航空団相手に、うん、あの飛行共同軍の小松での初めて の、うん、あのミッションということで、うん、あの訓練が始まったということで、ね、うん、やってるそうです、はいはい、
ね、あの今年さっき言ってた9月の19日に小松の航空祭ありますけど、うん、ここでですからまたね共同軍のアグレスの飛行機も ね、 そうですね、何かしらやるんじゃないですかね、きっと ね、フライトがあるんじゃないでしょうか ね、 すごい人でなるでしょうね。そうかもしれないですね。ですよね、連休だし、またここね、そうそうそう、3連休の最終、はい、今回は最終日なんですよね。そうですね、はい、まあ、でいつもは初日でしたけどね、というか、まあ、前回もそうじゃないですか、前回でも4連休だったのか、4連休の月曜日だったのかな、ですかね、土日月間の休みで月曜日ですね、はい、まあ、土日がね前回もそうですけど、うん、横田の航空祭と重なるんですよ。あ、まあ、だから皆さん横田行って、ね、小松行ってっていう風に、あの、ね、もしかすると掛け持ちする方もいるかもしれない。アグレッシブですね、はい、ということで、はい、はい、で、はい、豊富の航空祭、これがまたなんか暑い中でやられたって感じらしいんですけれども、うん、まあ、ブルーも飛びまして無事、うん、はい、これが、今年初めての、ブルーの展示になったんですよね、はいはいはい、5月の22日なんですけれども、で、記念塗装機も出たし、あと、まあ、F2 も飛んできて、あとミサノ、さっき言ってたミサノ16のデモチーム、うんうん、これも岩国からリモートでフライトをしたということですね。あ、岩国から上がって、はい、そうなんです、はい、あの戦闘機はね、さすが豊富北には乗せないんですから、うん、そうですね、滑走路短いですもんね、はい、うん、今年はね、なんか豊富市政、豊富市になって80年ということで、うん、その記念塗装機だったらしくて、なんか豊富のマスコットキャラクターのブッチっていうのかなっていうのが出たらしいんですけどね。へえ、はい、そうなんですね、ということらしいです。ブッチね、はい、はい、ですね、はい、でその次の週が美保の航空祭、はい、これまたね、美保もいつも梅雨時なんで、うん、はい、お天気がちょっと良くなかったんですけれども、うん、朝はすごい晴れてたらしいんですけど、あっという間に曇ってきて、ブルーの頃に雨が降ってみたいな。本当美保っていつもなんか雨に泣かされますよね。ですね。特に今年はその例のサミットの影響もあって、うん、いつもより1週ぐらい遅いのかな、多分、はいはいはい、だったのかもしれないですね、はい、まあ、それでもブルーもね、そんな中で降格飛行から始まって4区分 で、 あ、4区分で、はい、飛んだらしいので、はい、まあ、なんとか頑張れたかなって感じですよね、はい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 、まあ、飛べたから良かったですよね。そうですね、で地上滑走だけだったら本当本当本当いつもね、うん、そんな状況ですから、うん、でね、 C1 もほらそろそろみんなリタイアが始まるかなってところなんですけど、はいはい、どうも聞くところによると、うん、今年の末ぐらいには C2 がどうも入り始めるらしくって、うん、あ、そうですか、はい、でそれはどこに最初、美穂ですか、そうそう、最初、うん、だからそうなってくると、まあ、C1 もなくなってくるんですけど、うん、それより前に例の YS11、うん、はいはい、2機残ってるんですけど、YS がなくなるらしいですね、はいはいはい、なんで今年の航空祭が美保の YS としてはラストらしいです。ラスト、はい、あ、そうだったんですか、というところはちょっと見どころだったようです。は、はい、はい、で、あ、C2 美保に最初は、ね、はい、で次はマックス、巻いてるから、ごめんなさい、引き込まないようにします。マックスサンダーって、これはですね、アメリカと韓国 の、 航空演習ですね、はい、はい、FA50 とかね、この辺も飛んでるんですけれど、うん、はい、これは韓国 の、 カメラマンの方に行ってもらいました。なかなか日本じゃちょっと取材に行けないんでですね。あ、そうなんですか。うん、ていうか、なんか日本人なかなかやっぱり取材にはこれ行けないじゃないですか、韓国の。まあ、でも韓国のメディアの人が僕らにもちゃんと提供してくれるってのはありがたい限りでね、はいはい、彼らもでも日本 の、 軍人のことには興味があるから、僕らとはすごくコラボレーションをよくしてるんですよ。そりゃそうですね、お互いに。、はい、そりゃそうですよね、報道同士は。そうなんですよ、うんうん、決してね、敵対関係にも全然ないので。そりゃそうですね、雑誌でどうすね、喧嘩してもしょうがないですからね。いや、お互いに、ね、意外となんか面白くいろんな話できるんですよ。はい、はい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 、というところですね、はい、でモノクロページの方はそんなことで紹介しつつ、うん、であ と、さっき言ってたそのサーブの戦略の話と、もう一つ P8、ボーイングのね、これも今、イギリスもね、買うことが決まったし。あ、そうなんですか。そうそう、イギリス買うんですか、うん、でオーストラリアも買うことになって、オーストラリアの1号機が、はい、なんて言うんでしょう、もう飛びましたので、その写真がね、F かな、 F の1枚お願いします。はい、ポセイドン、そうですね、はい、これが初飛行の時の写真なんですけど、うんうんうん、はい、オーストラリア空軍の、機体ということで、うんうん、これが飛びましたと。そんな話も含めて、それぞれの国がどういうふうに運用するかっていう話をご紹介をしてます、うん、はいはい、で、それからソーラーインパルス、ね、はい、これもね、いろいろとあれでしたけれども、ようやくニューヨークまで飛べてですね。そうですよね。で昨日かな、ニューヨークから、大西洋横断をついに始めました、うん、はい、
というところなんですけど、せっかくなんでそのニューヨークのね、自由の女神の家と女写真を用意して、あ、写真あります、ね、はい、ごめんなさい、写真じゃなくて動画でいいですか、うん、はい、写真なんか、あ、持ってきましたっけ、僕、いや、持ってきてないですよね、ごめんなさい、動画のことを今写真って言っただけです、はい、はい、失礼しました、はい、まあ、ずっとね、そう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 、ユーロシア大陸ずっと渡ってきて、日本来てハワイ行って、そうですね、はい、はい、ですね。で、まあ、太平洋断も無事できて、今度次は大西洋、ここも随分長いフライトになりますから、うん、で、ニューヨーク、これもね、JFK、ジョン・F・ケネディという大空港を使って、うんうん、よくね、ね、あんな混雑してるところに、そうなんですよ、だからこそ、まあ、夜中の3時40分から着陸っていう狙ってね、で、だけど、それでマンハッタンの上も飛ぶっていうあたりが大したもんだと思いますよ、マンハッタンの自由の女神とか、あそこら辺、ずっと何回ぐらいですか、もう。10周ぐらいしてたんですよ、なんか、いや、10周はしてないんですけど、40分ぐらい飛んだって確か言ってました ね、 待たされたのか、いやいや、これはそれをちゃんと計算に入れて、撮影のためですか、そうです、そうです、そうです、あ、はい、だってマンハッタンと絡んで、摩天楼と、そうそうね、それもだってほら、ね、例の2001年の911以降はやっぱりこの辺ってうるさいじゃないですか、うん、そうですよね、でそこを調整するのはやっぱ大変だと思いますけどね、はいはいはい、どっかの国のお役所だともう大変だと思うんですよね間違いなく、うん、あ、そう、名古屋に来たやつですよ、はい、名古屋に来たやつですね、なんか名古屋に離陸の時撮影行ったのは懐かしいですね、ね、もう遠い昔のような気がしますね、遠い昔のように本当あれも延期になっちゃいましたもんね、そうですね、まあ、この続きはつばさ TV にアップしてますので、ごゆっくりと見ていただければと思います。そうですね、で紙面の方では、はい、紙面の方ではモノクロページで、まあ、ちょっとしかご紹介できてないんですけれども、はい、まあ、連載でやってるソーラインパルス2の世界一周を、ね、はい、うん、ここでやってますので、でここではね、ちょうどね、そのニューヨークに向かって離陸しましたってところまでしかご案内できてないんですけど、はい、はいはい、事後で、まあ、そこから大西洋を渡るところまでは少なくともご案内できると思います、うん、はい、はい、であとそれからエアバスのイノベーションデイズって、これ毎年やってるそのエアバスの勉強会みたいなね、うん、会社見学会があるんですけれども、うん、これを青木義友さんに言っていただいているので、うんうんうん、これもぜひ読んでいただきたいと思います、はい、うん、あ、そう、名古屋の生放送、そうなんですよ、ね、名古屋の生放送やりましたよね、なんかね、我々ね、あの日は中止だったんですね、はい、はい、であとこれちょっと面白いんですけど、中華バジャーっていうなんかちょっとセンセーショナルな書き方してますけれども、中国空軍が作った TU-16 の、いわゆるデッドコピーのこれ、うん、本って読むのかな、轟っていう字の6型、ね、本6でいいんじゃないかと思うんですけれども、の発達史、つい最近もね、中国のパレードに出て結構話題になりましたけれど、いまだに現役で飛んでるんで、それがどういう戦線をしているのかっていうことを、うん、中国の、ね、オーソリティの田辺先生に書いていただいてますんで、うん、ぜひぜひ読んでいただきたいと思います、はいはい、であとちょっとこれも面白いんで紹介しておくと、これ厚木のですね、厚木ゴムベイクラブって昔からと写真撮ってらっしゃるその厚木のマニア集団がいるんですけど、うん、その方々がチェッカーテイルズっていうその昔の写真の写真集をずっと出してるんですけど、あ、そうなんですか、はい、それの最新版がね、F8 クルセーダーの特集なんで、はい、ぜひともこれもね、面白いというかすごい貴重な写真がいっぱい、今だったらね、デジタルだから、うん、どんな数でも結構超望遠で写真撮れますけど、うん、この当時のこの飛行機を撮るための苦労っていうのはもう並大抵のものじゃなかったわけですよ、まあ、 その辺をね、ぜひこれでちょっと見ていただけると思います、はいはい、であとここら辺はMRJ 通信で先ほど紹介した2号機のこととかもご案内してます、はいはい、でそれからあと航空救難団の記録空夢、この辺も連載でいつもやってるところで、うん、はい、紹介しているので、はい、ぜひご覧ください、はい、であと飛行機のね、第一次大戦後の日本軍の格納庫の話なんかもちょっとして出てるんで、これもぜひ興味のある方読んでいただくと面白いと思いますよ、はい、で、それから、はい、お待たせしましたの、レッドブルエアレースご紹介したいと思います、はい、これせっかくですからちょっと動画流しながらお話ししましょうか。どれからいきますかね、まあ、分かりやすいので、じゃあ飛んでるやつにしますか、はい、そのお願いします、はい、ラウンド8とファイナル4のですね、はいはい、ちょっと頭がちょっとあるんでトークでつなぐ感じで、はい、そうですね、はい、これはそうですね、で、まあ、皆さんもう NHK の BS とかでご覧になった方もいると思うんですけど、まあ、そうですね、ネットの、ね、中継もやってましたしね、そうですね、はい、要はね、金曜日のフリープラクティスは飛べたんですけれども、うん、土曜日の予選が、はい、風がすごくて
中止になりまして、はい、で日曜日結局その予選なしの今までのポイントスタンディング順で組み合わせで飛ぶことになって、うん、で、実際に、まあ、ラウンドオブ14って最初の決勝レースでは、うん、ポールボルジャーピート・マクロードと室屋さんが当たったんですけど、うん、ピート・マクロードもねなかなかの強敵ですから、うん、大変だろうなと思っていたんですけれど、うん、ここでねもうビビったんですけれども、うん、室屋さんの飛行機スモークが出なかったんですよ。そうですよね、はい、この辺は多分これ違うファイナル4かラウンドグレートだと思うんですけど、ラウンド8です、これラウンドグレートですね、はいはい、でスモークが出ないと、ね、ペナルティー食らうんで、そうですよね、でもうこれはダメだと、うん、ピート・マクロードだってそんなに簡単には勝たせてくれないから、うん、と思ってたら室屋さんがすごいいいポイントで、何ですか、スモークが出てないにもかかわらず1分6秒というタイム出してて、うん、結構ねそのピート・マクロードにもそれでプレッシャーを与えたんですよ、うん、でそこでピート・マクロードが結構頑張っちゃって、うん、インコレクトレベルっていうそのまっすぐ水平じゃない はい、抜ける時ですね、はい、ゲート通過をやった上にオーバー G をかましてしまって失格になって、でラウンドオブ14をなんとか勝ち残りましてですね、はいはい、でと思ってたらラウンドオブ8は次は今度前回の第2戦の覇者のマチアス・ドリル、はい、これまたなかなか相手が悪かったんですけど、これまた手腕に飛んでですね、でマティアスにもちょっとプレッシャーがかかったのが、またまたオーバージュ、はいはい、失格と、はい、でついにファイナル4に残りました。そうですね、でそうなった時にですねファイナル4がなんといいタイムが出ましてですね、うん、で最初まずは一番最初に飛んだ、ナイジェル・ラムには勝ちの、うん、でそれからでそれでもう表彰台決定だったんですね、うんうん、と思ったらカービィ・チャンブリスも勝ちの、うん、で最後の最後、マルティン・ショーカーと飛んだ、マルティン・ショーカー最後飛んだんですけど、マルティン・ショーカーが最後の最後まで室屋さんのタイム上回ってたんですけど、うん、最後のセクターで大逆転、そうですよね、ものすごい、本当会場にいた人はね、うん、もうなんかいわゆる鳥肌ものじゃないですけど、うん、もう大興奮だったですよ本当に、うん、もういや僕らもね正直なんかこう写真撮っててね、うん、うるうる来ちゃいましたよ本当に、うん、会場の方にいらっしゃったんですか。僕はねそのファイナル4は会場で撮ってました。会場の方ですね、はい、はいはいはい、いやもう本当でもねもうドキドキしながら見てましたね、はい、うん、そうで今も出てましたけどその入りのスピードが本当速くって、うん、であとそのターンマニューバーのこのバーチカルのターン、うん、これがねすごい小さいんですよ室屋さんって。バーチカルターンですけど、はい、ここでちょっとその上がってから上がった時がちょっとスピード遅れてます、ね、そうなんです。だから小さく回るために多分 G を、うん、ね、なんて言うんでしょう、抑えるためにはスピードを殺さなきゃいけないじゃないですか。でもその分だけ多分ターンマニューバーが良かったんですよね、はい、きっとね、はい、加速がすごいいい感じでしたね、降りてくるとき。そうそうそう、だからその辺がすごくやっぱりねよくでき、なんでしょう、セッティングもよくできてたんだと思うんですけれども、うん、いやまあね本当にね興奮しましたね。ですよね、ですからそのウィングレットで当初キックオフミーティングの時、はい、1秒は早くなるとかいうお話あって、それで、はい、つかないから大丈夫かなと思ったんですよね。で、結局その、ウィングレッドはダメだったんですけど、今回から新しくレイクドウィングチップっていう、ね、ものができて、レイクドウィングチップでもできる、はい、今日もちょっとインタビューで聞いたんですけど、はい、レイクドウィングチップつけると結局横幅が長くなるじゃないですか、うん、そうするとゲートくぐりにくくなるわけですよ、はいはい、その分、はい、だから正確な何て言うでしょう、操作をしなければいけなくなるし、はい、そういう意味でも大変にはなるんですけれども、ええ、そこはやっぱりねでもすごく自信を持って彼は飛んでいて、ええ、何て言うんでしょう、自分が淡々と自分の持てる力を出し切れば、うん、ファイナル4には残れるっていう自信はあったらしいんですね、うん、あ、そうなんですね、はい、だから逆に風がね出て荒れるんだったら、ええ、荒れてくれれば、はい、ちょっとガラガラってなるんですけど、はい、インタビュー、個別インタビューとしてつい面白い流してます、ね、はい、はい、これは、YouTube や何か見れます、見れます、はい、見れます。レース終わって2日後ですね、はいはいはい、個別インタビューで翼デイビーの方で取材に行ってまいりました、うん、はい、はい、
そうそう、でまあそんなことを言ってましたけどね、うん、いやもうあの何て言うんでしょう、僕らはヒヤヒヤしてたんですけど、意外と森谷さんは多分冷静だったんですよね、飛んでいて、っていうのがよく分かりましたね、今日も話を聞いていて、あ、冷静だったんです、はい、でね、あの第1戦第2戦とオーバー G で失格になってるじゃないですか、うん、 はい、でその辺も逆に今回ね、そのオーバー G でみんなその自滅していく中で、あの森谷さんの中ではそのプラスに働いたんですかねって話したら、自分ではそうは思ってなかったかもしれない、結果的にはそうだったかもしれませんねっていうようなことを言ってましたね、はい、いやですけど、そのファイナル4も本当はもう出る本当わずか1分前ぐらいに治ったって言ってましたからね、あ、それは14のあれですね、あ 14から8、はい、8の時です、そうです、あのスモークシステムの時ですね、あ、はい、あれも言ってましたね、本当に、はい、あの飛行機乗り込んでからもまだテーピングしてたって言ってました、そうですね、はい、うん、西村さんが、はい、手伝ってくれてね、手伝ってくれて、はい、ね、はい、そんな感じで本当にね、でも、もうなんかできすぎだよなってぐらいの、なんかこう、うん、あのシナリオあるんじゃないのぐらいのレースでしたよ、うん、今回は。いや、はい、母国で優勝って本当だけど、いや、なかなかできるもんじゃないと思いますよ、プレッシャーもあるし、そうですよね、母国開催だけに余計プレッシャーですよね、うん、まあ、その話もね、今日インタビューもらったんですけど、はい、でもあ、ちょっと今日はじゃあ そこはね、そこはまだ、あの、事後で、ちょっと事後で、あれでもな、うん、撮ってもらおうかな、聞きたいな、僕はじゃあ反省会で聞いてみます、はい、あ、そうなんですね、ですね、うん、はい、今年は何万人だったんですか、今年はね、若干少なくて、予選が4万人で、決勝が5万人で、トータル8万人、まあでも、なんでしょう、会場自体も若干小さくなった感じなんですよね、まあそれでも8万人入ってれば、かなりの人数なんじゃないですかね、きっとね、うん、と思いますよ、はい、はい、ね、写真の方もこの、せっかくなんで、ちょっと写真をね、まあ今回これ持ってきてる同じ写真なんですけれども、はい、まあ、僕の顔隠してもらって全然問題ないので、はい、はい、ちょうど、そうですね、この後ろにある写真ですね、はい、そうですね、はい、まあ、せっかくなんでちょっと動画は生かして、あの僕の顔とでもいいので、いやいや、後ろの顔とかなと思ってですね、あ、僕はいいんだ、はい、どうでもいいんだ、あ、じゃあ、はいはい、この今の写真のやつが、はい、後でプレゼントになるこの、あ、俺が写ってねえやつ後ろの、はい、宇神野さんの後ろに写ってるものがプレゼントになりますんで、はい、そうですね、はい、はい、というところですね、はい、じゃあちょ他の写真もせっかくなんでちょっと見せていただきの、はい、で僕ちょっとフェイスブックの方にも若干書いたんですけど、これは神野さんが、はい、まあそうなんですけど、はい、でね、この写真が、これが本番の時、あ、違う、これが、予選じゃないフリーの時の写真なんですけど、このフリーの時の写真と本番の時の写真と比べてもらうとちょっと違うかなって、はい、なんですけど、はい、入れちゃっていいですか、じゃあ入れちゃってもらいましょうかね、はい、どこが違うかちょっと分かるかなって、ちょっとまあこれとそうこれ、はい、アングルが違う、あ、そういう話じゃなくて、ほぼほぼ一緒でしょそういう話じゃなくて、そう、うん、スモークが出てるか出てないかそれもそうなんですけど、飛行機そのもの、分かんないですね、スパッツの色が違うんですね、そう、足が赤いって書いてくれた人がいますけど、赤が塗ってる、そうなんです、はい、そうなんですよ、何かこれが影響なんかあったんですか、実はこれそのスパッツの部分の空力変更をして、でフリープラクティスの時にはまだそれが色が塗れてない、もう出来たてほやほやだったんですよ、へ、で決勝までに色塗ってきたんですよ、あ、そうなんですか、はい、はい、この赤に、そうということで、はい、あ、止まったって言ってますよ、どうでもいいけど、はい、写真だからじゃないですか、そうかな、はい、ということでリロードをしてください、はい、あとほんな2点写真あるんで、ね、はい、これ、はいはい、でこれは、これはションカですね、あの最後の最後、それこそ、ムレアさんとね、うん、あの1位か2位かっていうのを戦ってた、はいはいはい、マルティン・ションカなんですけど、はい、のフライトですね、はい、とそれからこれはムレアさんの、これはあのプラクティスの時ですね、うん、ちょうどこうやってバックに ね、スカイツリーが見えるんですけど、うん、なんか口刺、はい、しになってるような、そうですね、うん、はい、というような感じでした、はい、はい、いや本当にドラマでしたね、いや本当ですね、もう、はい、日本国中が、ね、
でこれに関しては先ほど言ったように次号ではちょっと村屋さんの今日取ってきたインタビューまたちょっとページ作ってやりたいと思ってますんで、うん、次号もあの見逃しなくということで、はい、月刊誌の方も見てください。あの、はい、村屋さんのサイン入りグッズのちょっとプレゼントも用意しておりますので、そうですね、あのそれ紙面の方でね、はいはい、しておりますんで、これもこれはこれでまた今日プレゼントします、はい、であとちょっとまずこれをパパッと紹介しますが、はい、セントルイスの野将とかですね、うん、それからこれシンガポールの空軍の野将なんてのもカラーペッドで紹介しておりまして、神野さん写真上手ですねって、 ありがとうございます、すいません、はい、そんなあのお世辞お世辞もそう言っていただければ嬉しいです、はい、それから、あと X2 がねあのフライトまたやりましたっていうのと、あとそれからサミットの参加機の写真なんかも紹介しております、はい、 はい、というような状況です。はい、あこんなの来てたんですか。そうそう、これはカデナの方にあのいつもこれは大統領と一緒に、はい、カデナに降りたんですね、はい、わかりました、というような感じです。で1分40秒なんでちょうどいい時間じゃないですか、うん、そうですね、はい、いいですね。で、はい、あのこちらの方の紹介なんですけども、セブンディーマーク2買った、いや買ってないですね、買ってくださいいやもうお小遣いなくて買えないんですよ、会社買ってくれないしはい、で、はい、ご紹介なんですけど、先ほど言ったようにこのゼロ戦の方 のパネルとですね、こちらの方の室屋さんのサイン入りのパネル、これ、はい、先ほども言った通りで、はい、ちょっとプリント自体はあの残念ながらあのそんなに綺麗なプリントではないんですけれども、あの、まあ、ここにしかない一枚ものということで、うん、特に室屋さんのはあのサインも入ってますので、はい、欲しい方はぜひぜひあのご応募くださいということで、はい、今出していただいてですね、はい、ちっちゃい文字がちっちゃくなってますけども、はいはい、こちらですはいですね、はい、あウィング刺繍の田中さんの名前まで出していいのかな、これまあいいんですけど、はい、で、これはいつまで締め切りにしますか。いつまでにしましょうかね。いやどうぞ、そちらそれはもう 月末ぐらいにしますか。あそんなに待っていいんですか。あいいですよ、いいですよ、はい、じゃあ月末まで、はい、今月末のまでにメールで、はい、ご応募ください、ご応募いただければ、はい、はい、ということですね、はい、でまあ、今月もそんなことで、まあ、盛りだくさんで、もう25秒、はい、すいません、今日は延長できませんので申し訳ございません、はいですね、はい、ですので、まあ、こんな感じで今回ね表紙が、はい、あの日本のすごくあのおめでたいところだったんですけれども、うん、はい、またまたぜひぜひ来月も頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました、はい、それでは皆さん、はい、さようなら。